今回は高校の情報1の教科書に載っている ASCII について説明していきます。ASCII とはアルファベットや数字、記号など128種類の文字を表現できる文字コードとなっています。文字コードとは何ですかと言いますと、それぞれの文字 A とか B に番号を決めることでコンピューターに処理できる形にするものを言います。 なぜそのようなことが必要かと言いますと、コンピューターは数字しか処理できないからです。なので、文字を数字に変換する必要があったので、文字コード ASCII が、えー、発明されました。ただ、ASCII は最初期に作られたものなので、日本語など他の言語には対応していません。なので、他の言語にも対応した文字コードというのがどんどん発明されていきました。